憾な未来も避けなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。地は左近入ります。水成君についてきた若者だ。誰かを思い出さないか秀吉。主君が行方不明とかしゃれにならないよな。俺にできることがあるよ。何でも言ってくれ。では秀吉さんに豊臣陣内の捜索と。あれ、どうして目をそらすんですか。春様を探し出せれば僕は一人前だ。逆に言うとそれまではずっと犯人の前に。そうじゃ。